ぼちぼち急いでクリアする。ダークソウルリマスタードパート4始まります。早速スモー&オンスタインデータソウルで体力を22に、2万ソウル残しつつ持久力を上げます。アンドレイからアルトリウスの紋章を購入。というわけで次はシフです。アルトリウスのお墓参りに向かいましょう。くさびのデーモンのかまってちゃんにも困りますね。草はスルーする。痛いです。牛装備を回収。痛いです。やめてください。ここまで追いかけてくるとは執念深いですね。先にスズメバチの指輪を回収して、灰色の大狼シフ戦です。痛いです。やめてください。この切り上げは初めて食らいました。この少し遅い回転切りが苦手です。そしてエストを取られて、DIED 気を取り直して再戦といきましょう。再戦まで加速します。再戦よろしくお願いします。
バチクソ痛いです。死んでしまいます。足元は安全。何しとんねんと突っ込まれました。改めて見返してみるとライナワ飛びみたいな攻撃ですね。こことかうまく飛べていますね。ここもいい感じ。大縄跳びを十分堪能したところで、灰色の大狼シフ撃破です。アルトリウスの契約を入手。機関の骨片で撤収します。次の祭祀場へ転送。ここで核ボスからもらったソウルを使用します。持久力を30まで上げます。次は4人の皇王へ。エレベーターでは黒い火炎壺をセット。アルトリウスの契約を装備。黒金糸のローブも着ておきます。一時の呪いを回収してその場で使用。事故防止に亡霊を処理して、希望女の魂を回収。理不尽な暴力が亡霊を襲う。理不尽な暴力が亡者を襲う。イングアードさんは黒い火炎壺で倒します。安全確保のためのプロロ。イングアードさんのちょい右を視点の限界まで上げて、武器の両手持ちを解除。火炎壺を投げつけます。一回投げたら一回弓で狙撃。そうするとイングアードさんが怒って走り出すので、またイングアードさんのちょっと右の一番上を狙って火炎壺を投げます。
イングウアードさん撃破です。封印の鍵を入手。ここはジャンプ。レバーを押して水門を開きます。ムービースキップしてきた道を戻ります。亡霊に殴られながら降りまして、回復して1シリーズに着替えて、飛び降ります。では4人の五王戦です。基本的には密着してひたすら切りつけてエストビンを飲むだけです。あとは4人の五王の HP をギリギリまで削って、スタミナを回復するのを待ってダッシュすることで少しでも HP を奪います。1体目終わって2体目、やることは一緒です。 HP をギリギリまで削ってダッシュする。2体目終わり、この魔法は一応盾で受けます。3体目も HP 削ってからダッシュをすれば、3人しか出番のない4人の五王撃破です。1シリーズを黒禁止に変更。カースの長いお話をボタン連打で流して誘いに乗ったところでパート4終わります。ご視聴ありがとうございました。